社会の中で生きる私たち人間は、日々人と接しながら生きています。一緒にいて心地のいい人、そうではない人、おしゃべりな人、静かな人、尊敬できる人、価値観が合わないと感じる人など、様々な人たちに出会います。そんな中で、人から向けられる態度や言葉で、辛い思いをしてしまう時もあるかもしれません。自分ではコントロールできない他人の言動、特にネガティブなものに影響されてしまうのは、心とエネルギーがもったいなく感じてしまいます。一つ意識していたいのは、人間の言動はその人一人一人の責任だということです。なので、たとえネガティブな扱いを受けたとしても、あなた自身はポジティブでい続ける選択肢があるということです。もちろん、本当に不当な扱いを受けている場合は、それなりの措置を取ることが必要です。それを踏まえた上で、この瞑想では心の面にフォーカスをしていきます。今日はマインドフルな態度で人と付き合うためのアファメーションを行います。アファメーションのコツは、頭の中ですでにそれが現実になっているとイメージすることです。例えば、元気になりたいというのではなく、今私はもう元気いっぱいです。というイメージをします。もし今の時点でそれが本当ではなくても構いません。ただそうイメージしてみましょう。最初はピンとこないかもしれません。それでも繰り返し行うことで少しずつスムースにイメージできるようになります。それでは始めましょう。楽な姿勢で座り、肩の力を抜きましょう。鼻から新鮮な空気をたっぷり吸います。ゆっくりと口から息を吐きます。もう一度鼻から息を吸います。ゆっくりと吐いていきます。これから唱えるフレーズを声に出して言うか、心の中で唱えていきます。一人称は普段自然に使っているものに置き換えても構いません。それでは始めましょう。私は長所短所を含め、自分が大好きで大事にしています。私は周りからも大事にされます。私には自分の人生を生きる権利があります。私の価値は人の評価とは無関係です。私の心は私だけのものです。私の心は穏やかで、そこから素敵な魅力が醸し出されています。私は今日も幸せです。周りの態度に関わらず、私はいつもポジティブでいられます。私は自分自身を含めみんなの幸せを願います。私が幸せでありますように。私の大切な人たちも幸せでありますように。私の苦手な人たちも幸せでありますように。まだ
たちもみんな幸せでありますように。大好きで大切な私がいつも幸せでありますように。ポジティブな自分という軸を意識し、マインドフルに周りと付き合うことで、少しずつしなやかな心を実感することができるようになっていきます。こんな風に自分と自分の心を大切にする時間を毎日少しずつ積み重ねていきましょう。このひとときに感謝して終わりたいと思います。